受粉。受粉とは、種子植物において花粉が、姿勢器官に到達すること。皮脂植物では、脂髄、脂髄、めしべの先端、中等に花粉が付着することを指し、裸植物では大放子葉の排珠の指向に花粉が達することを指す。種子植物の有性生殖において、重要な過程である。花粉は、皮脂植物では、湯髄、湯髄、 おしべの役で、ラシ植物では薬もしくは、消耗使用の花粉脳で形成され、移動して、受粉、受精する。同一個体内での受粉を、自家受粉、他の個体の花粉による受粉を竹受粉という。この受粉過程で、どのように花粉が移動するかによって、出植物の受粉様式を風媒、水中立ち、動物中立ち、中媒、鳥中立ちなど、自動でお受粉に分類する。 ラッシュ植物の大部分は風媒花である。騎士植物では自家不和合成、私有異軸、異形化中下といった自家受粉、自家受精を防ぐ気候が発達した植物種も存在する。それらの気候は遺伝的多様性の維持と均衡弱税の防止の役割を持っている。受粉は英語ポラネッションの翻訳語であり、他に受粉、送粉、 花粉媒介の用語も用いられる。受粉の研究は、植物学、園芸学、動物学、生態学、進化生物学など、区の学術分野に関連しており、受粉に関する専門的な学術分野としては、倉庫な生態学、花生態学、受粉生態学、受粉生,学受粉生物学、倉庫な生物学及び花粉学などがある。以下、 本記事では特に断りがない限り、皮脂植物の受粉について記述する。皮脂植物では受粉後に花粉から花粉管が伸び、それが中等組織中に侵入して排汁に到達し、卵細胞が花粉管の中の性格と融合することで受精が成立する。自ら動くことに制約のある植物は花粉媒介を他の媒体に依存することが多い。 その媒体の種類によって、受粉様式は風媒、水中立ち、動物中立ち、自動動下受粉に分けられる。出植物は、約90%が動物中立ち受粉であり、残り10%が非生物的受粉であると推定されている。受粉様式は、出植物の進化上で重要であり、花の形質、倉庫なシンドロームに反映されている。 動物中立ちの受粉様式は動物と植物の共振化の例として研究がなされている。植物と動物の関係は受粉様式だけでなく種子散布まで含めた共生関係にあるものがある。人間が人為的に受粉させることを人工受粉という。詳細は人工受粉の項を参照。非生物的受粉として風媒、アナマファリーと水中立ち、 ハイドロファリーがある。ラシ植物の大部分と一部の皮脂植物が風媒受粉である。ラシ植物の一部に生じた中梅の植物から皮脂植物が進化した。風媒の皮脂植物は中梅から再び風媒に戻ったものと考えられている。水中立ちは風媒より稀でありほとんどが水生植物で見られる。風媒花は目立たない花であることが多く、香りも少ない。 花の構造としてはめしべ、おしべとも花の外部に露出するものが多く、花粉量も動物中立花よりも多い傾向がある。また、花粉相互の粘着力が少ない。これらは風媒に適応した特徴である。水中立花は、水との位置関係で、水中媒、ハイドロガミー、水中で受粉すると、水面中立ち、エピハイドロガミー、水面で受粉するに分けられる。 自然界で受粉、倉庫を行う動物を倉庫名者と呼ぶ。動物中立花では倉庫名者を引き寄せるために目につきやすい色や特有の香りの花を咲かせたり、蜜や花粉を提供するなどの戦略を取る。倉庫名者の種類は約20万種あると推定されており、その大部分は昆虫である。昆虫による倉庫名を中梅、エンタマファリーと呼び、 中梅花は、蜂とアリ、あり、クシメ甲虫、小締め蝶と、ガリンシメアブと、ハエ、ソウ締めなどの昆虫を引き寄せる。また、昆虫類が視覚として感じる紫外線領域で、独特の模様を示し、昆虫を誘引している花もある。進化的には、被子植物の原型は、ツイレンや木蓮のように、倉庫なしゃい花粉を提供するタイプの中梅植物であったと考えられている。 その他の動物仲立ち、としては、鳥類、コウモリなどの脊椎動物によるものがあり、薬選種が、倉庫な者であると考えられている。それら脊椎動物の例としては、ハチドリオウコウモリ類、小型有体がある。コウモリやガオ、倉庫な者とするように適応した植物は白い花びらと、強い香りを持つ傾向があり、鳥類を、倉庫な者として適応した植物は赤い花びらを、 発達させ香りは持たない傾向がある。遺伝的多様性を維持し、均衡弱勢を避けるためには、竹樹粉が有利である。しかしながら、花粉媒介が起こる範囲に、同種の植物がない場合、竹樹粉のみに頼る、繁殖法では、子孫が残せなくなる。したがって、自家不和合成や私有異熟性を持たずに、自食可能な植物も多い。特に、 繁殖機会が一回しかない一年草では、同じ花の中で自家受粉を行う道下受粉の道を選択しているものがある。日本のスミレ属ウィオラでは、春季に通常の中梅花を開花させた後に閉下毛をつけ、花弁を開くことなく道下受粉で種子を形成することが知られており、また、オニバスでは、水深が浅い場所では、中梅植えと閉下毛の両方を形成するが、 水深が深い環境では平下げのみを形成することが知られている。開放下であっても道下樹粉の気候を持つ植物がある。それらを、田中、九百九十三は、誘導道下樹粉、湯水が動いて樹粉、立ち犬のふぶり、メス道道下樹粉、湿水が動いて樹粉、秋野の,の下肢、両道下樹粉、湯水も湿水も動いて樹粉、お白い花、不動道,道下樹粉、 ズイとめしべが開花の時に動いた状態で受粉、メヒシワに分類している。受粉には、自家受粉と竹受粉があるが、同一個体内でも、自家受粉する花も、竹受粉する花もある。以下に、花の形態、特徴と、自家受粉、竹受粉の関連を示すが、閉鎖下でない場合は、すべての花が自家受粉であるわけでもなく、 私有意種あるいは自家不和合成でない場合は、すべての花が竹樹粉あるわけでもない。樹粉に関する科学的研究はによる花の構造と受精1793年から始まったとされる。19世紀にはダーウィンによる卵の受精1862年、樹精の研究1876年が刊行され、この分野の発展に刺激を与えた。 この時期に受粉方法の記録、分類が行われ、受粉様式が風媒、水中立ち、動物中立ち、平下道下受粉などに整理された。20世紀に入ると、倉庫な生態学は、生物学分野でおもんじられることがなくなり、再び脚光を浴びるのは1950年代以降である。1955年には、ドイツのクーグラーにより、花生態学、 1966年には、アメリカのトパイルによる、重粉生態学原理などが表されて研究が盛んになった。その後、動物行動学、進化生物学分野の知見を取り入れることにより、倉庫な生態学から、重粉生物学へと発展し、20世紀末には、受粉に関する総合学術分野としての、倉庫な生態学、重粉生物学が確立しにいる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。